魔法使いの夢シーズン2で監督を担当させていただきます寺澤と申します。よろしくお願いします。第1シーズンから、魔法使いの夢の、キャラクターデザインを務めさせていただいております、加藤博隆と申します。よろしくお願いします。今回の OAD 作ったスタッフもその加藤さんといろいろお話を聞きながら、なんか第一期大切にしてたことだとか、そういうことを結構新しいスタッフも引き継いでなるべく作ろうっていうスタンスでこう加藤さんとコミュニケーションを取りながら作らさせてもらっていたんで、そこは本当に結構やってみるとやっぱり大変すごく思ったのがその日常芝居が結構丁寧にやっぱりやらないといけない作品で難しいんですよね。今って結構流行りのこうなんていうかアクションの作画みたいなものってあるじゃないですか、なんかあれとはまた違ったこうなんていうか大変さというか、日常する動作って変だとすぐ分かっちゃうから、ごまかしが効きづらいっていうか、ごまかしが効かないんですよね。でなんか成功した時もすごくこう丁寧でいい画面になるんだけど、めちゃくちゃこうなんていうかそのカットだけで切り取ってすごくいいっていうわけじゃないんで、こう石を積んでいくような作業っていうのがちょっとあって、スタッフもそれがいいってこと分かりながらやっぱりそこを手抜けないっていうのが、こう大変だし面白さなのかなっていう魔法使いの夢の、なんかその異世界じゃなくて現実世界にあるファンタジーの世界を描いてるから、その日常描写みたいなものが地に足がついてないと本当にどんどんふわふわふわっていっちゃうっていうのがやっぱりあるから、そういうところはやっぱり大事にしなきゃって感じだったよね。一番やっぱりなんか大きな変化があるとしたら、そのシーズン1っていうのは知性の成長物語だと思うんですね。自分をこう自分自身で承認できないみたいな、その少女が第1シーズンの24話を経てようやく自分という存在を承認できるようになった。第2シーズンからもうガッとかってこう舞台もロンドンになるし、こう今度はすごい群像劇になってきて、ある種主人公は知性ちゃんなんだけど、こう描かれている成長は実はこう今度は学院の子たちだったりして、知性はこう今度は助ける側っていうかヒロインからこう主人公になってるっていう話になるので大変でしたねなんかこう表現もちょっとこう知性の主観で見えてるシーンが一気は多かったかなと思うんですけど、知性の分からないとこでこう起こっているみたいな、そういうミステリー要素とかサスペンス要素がこうストーリーにすごく入ってきてるので、原作の中にそういう見せ方をなんかどう、まあ、今まさに作ってるところなんですけど、どうやっていくか。知性もそのやっぱり、昔は馴染めなかった学校の生活っていうのにまた久々に飛び込むことになって、その戸惑いもあるし、だからそのまたその第2シーズンで知性のデザインをその第1シーズンの時からまたリニューアルというかリファインしてるんですけども、やっぱりその第1シーズンの時には出なかっただろうなっていう表情とかっていうのもちょっと振り幅として出てきたりとかしてるんで、それをどのあたりまで拾っていくかとか、そういう部分っていうのはなかなかねやっぱり苦労というか、キャラクターデザインされる時に難しかっただろうなってすごく思うのが、なんか、山崎先生の描くキャラクターって全然記号的じゃないんですよね。すごくいい意味なんですけど、例えばこの子は攻撃的なキャラクター、基本的には攻撃的な表情をしてて攻撃的な行動をとってっていう、そのある種こう記号化されているものが多かったりするんですけど、魔法使いの夢の世界のキャラクターって全然違って、こう見えるけどこういう側面があるとか、なるだけそのキャラクターデザインのその設定画の中に、ある程度それをやっぱり盛り込んでいきたいっていうのがあって、だからやっぱり表情の数とか増えてくるんですけど、ただそのあまり特殊なところばっかりその選んでピックアップしても、やっぱりそのキャラクターってどういうキャラクターなのこの人っていう感じにはなっちゃうんで、そのバランスっていうのはちょっと気使ったりとかはしましたね。今回その第2シーズンで一発目のそのティザー何出そうかっていう話で含めていろいろ相談させてもらって、久しぶりのやっぱり魔法使いの夢っていうところで、やっぱりみんな知性見たいよねっていう話をしてたり、あとこの作品のテイストが少し変わってくるというか、そのより
なんていうか第2シーズンになるとこうちょっとこうミステリー要素っていうんですかね、ストーリーの中にこうサスペンス要素とかも入ってくるんで、うん、そういうものもちゃんと表現した上でどんなものが作れるかねってこう話していたところで、山崎先生にそういうお話が伝わったんだと思うんですけど、うんうんうん、こんなのいいんじゃないっていうラフをいただきまして、あの構図ラフだったりするんですけど、うん、でそれを僕たちを見させてもらった時に、おいいみたいな風になって、うん、こうリアクションすごく良くて、アニメスタッフ一同創作家の徳岡さんがあの書いていただいたので、その仕上がったものだけ僕はあのちょっと拝見させてもらったんですけど、あすげえ魔法読めっぽいって思ってそうですよね徳岡さんが結構ノリノリで書いてくださって、僕らも徳岡さんのラフ最初上がったの見て、ね、おーかっこよってなって、うん、で背景なんかもどうしようかみたいな話してたんですけど、やっぱりあの絵の力がすごく強かったんで、あそうですね、はい、あれだと多分キャラクターオンリーの方が多分力がシンプルにしようっていうので、うん、で色味がちょっとこう顔伏せてるところにそのミステリー要素的な青みとかちょっと入ってたりするんですけど、うん、その辺はあの色彩の小針さんがアイデアで入れてくださってて、うんうんうん、なんか本当にみんなのこう魔法使いの面に対する姿勢とか向き合いがこう入った結構一枚になってるかなと思うので、あの楽しみに見ていただけるといいかなと思います。はい、割とこう音楽も含めて意識してやっていることなんですけど、あの光と影の明暗みたいなのはすごくこう意識して、特に1話は自分の演出もやってるのでだいぶ意識して作っているので、あの見ていただけるといいかなと思っています。その僕が魔法使いの夢の今回の学院編を読んだ時に思ったのが、その魔術学院って最初こう見るとちょっとこうワクワクして、みんな魔術師たちの子供たちですごくこう楽しそうな、あのこうプラスな面のこうイメージがすごく湧く場所なんですけど、こう読んでいけば読んでいくほどその影の側面みたいなのがすごく見えてきて、あの、うん、子どもたちがみんなそれぞれ何かにこう縛られてるみたいなことがすごくあって、うん、脱却できないし、その自分の力じゃ変えられないみたいなのにこうすごくこう鬱屈としてあのっていうような面があって、すごくいい学校なんだけどある種監獄にも見えるみたいなところがあって、それをそのこちらも絵作りする上で造形としてその綺麗だし華やかな場所にも見えるんだけど、どっか影がある側面みたいなのを常にこう画面に残したいなっていうのがあって、そういう表情の時にはそういう表情の影が落ちるようにみたいなことをすごく意識して作ってるので、うん、あの加藤さんのキャラクターデザインなんかを見ていただくと結構影付けがあのそういうものが反映された表情とかさ多いんですけど、まあ、結構ね、そうなんです、まあ、第一期の時もそういう演出もあったりしたから、そうですね、やっぱりそのまあ、なるだけそのバリエーションが、うん、まあ、あった方がいいかっていう、助かりますあれなのでその辺はすごく意識してあの絵コンテから作ってるので、あの楽しみにしていただけるといいのかなと思っています。うん、今ですね絶賛あのスタッフ一同魔法使いの夢シーズン2、制作頑張っています。まあ、いろんな込みどころとか今までお話ししたので、ファンの方にお伝えしたいのは、僕たちもそのしっかり原作読み込んで、あの同じ ある種こう原作のファンになって作ってるので、あの一緒にこう楽しんで見てもらえたらいいかなと思ってます。僕も今原作どうなるんだろうって楽しみに追ってるところなのでみんなで楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。本当にあの今寺澤さんが言った通り、そのやっぱり作品をこう知っていくとやっぱり好きになっていくので、第一シーズンからのファンの方も、まあ、これからあの初めて触れる方も同じような感じで好きになってもらえると嬉しいなと思います。